たいなことやってるからでしょ。遊びでハブルとかなんかクソみたいなこと言ってるから。仕事ならまだし、仕事でそれは絶対正しいが、遊びの局面でそれやっちゃったら完全にアウトだ。それやるとどうなるかっていうと、クソみたいなことやってると台無しになるから。お前らが撒いた種をただ自分たちが刈り取ってるだけで、今完全にブーメランあの僕が、あのただ何に活動してるだけだ。誰にも分かんないようにやるのがやっぱり、イタリアの文化ですかね。まあ、ここはね、カルチャーで言えど、どうですかね。相手方にうまい人ばっかしかいない。まあ、そもそも、そう、そこの大前提がまずしょうがないんですよ。まあ、意図的か意図的じゃないかわかんないです。しょうがない。だってパラオ代表が。イタリアに勝てないでしょ。パラオ代表がどうあがいてもやっぱりイタリアに勝てないのと全く同じように、それはもうその最初から諦めるっていうのがやっぱ最初から諦めモードが何より大事だと思います。